はい、どうもフェイでございます。バットマンアーカムナイトの続きをやっていこうと思います。よろしくお願いします。さっきのね、シミュレーターはすべて簡単にクリアしておきました。チュートリアル的なやつなので抜粋しちゃいますね。うぅー、お、トゥーフェイスの手下近いのか。スケアクロはブレイクアイランドにいる。見つけるまで出られない。なんでこれ折り返した。どうやってやった、どうやってやった、あれあ、なるほど。スケアクロを見つけるまで他のエリアにはいかんっていう意思表示をされましたね。そっか。じゃあね、どうしよっかな。近くにでもリドラーのやつがあるんで、ちょっと行ってみましょうか。ちょっといろいろ、こう、近場のことをやってみようかな。えい、気持ちいい。お前を見てるぞ。メトロポリスからキーストーンまで奴らにショーを見せてやる。今回はなんかあれですね、ジョーカーが死んだ風になってるんで、スケアクローがなんかボスっていうか中心のキャラクターになってるんですね。リドラーのマークはどこだろう。昔はね、ポイントにこうライトが当たってたんだけど、今回はそこまでのやつは表現的にないのかな。あれ、ういー、こんにちは。車出た瞬間にしばかれる。お、もっと近くに来て。もっと近くに来ないとコンボが途切れちゃうじゃないの。困るよ君たち。あれ、 30m。 おい、おい、おい、これマーク下か？ん？この下かな？こんなに楽しいのは初めてだ。あれ？ここ？これか？これ？なるほど。ここはバットモービルでしか入れない。ウィーん？どういうこと？駐車場みたいな。あ、降りた。バットマンじゃないか。ああ、私だよ。君が最も恐れる宿敵リドラー様だ。私の編み出したこの新感覚のリドルにもうたどり着いたんだね。普通のおっさんみたいな。おめでとう。申し訳ないが、私の計画の詳細はまだ君に話すわけにはいかないんだ。だが君がほんの少しだけ垣間見せたその独創性に褒美をやろう。スニークプレビュー、つまり私の手持ちの謎謎についてのネタバレだ。うん、リドラーはね、バットマンになんか知恵比べを挑むのが大好きなんですよね。何さてさて、探偵くん、始まったよ。何が何だかわからないという顔をしているな。そうなの。これは高性能レーダーパルスに正確に反応するよう調整を施した装置だ。これから君にこいつの解読コードを教える。だがまず、今宵のイベントについて基本的なルールをお伝えしよう。ルールその1、私のことは常にリドラー、リドラー様、もしくはリサーニグマと呼びかけること。それができないなら君がお得意の品のない仏頂面でダブ。あ、いたわ。なんだと、どうやって。今夜の最初のリドルを解いたようだな。素晴らしい。レース場へようこ
レースこの試練では3つのサーキットをそれぞれ制限時間内に完走しなければならない。なるほど。さてと探偵さん、そのグロテスクなオートモービルの力を試すんじゃないか。ホイールスピン、覚悟しろよダークナイト。とにかく早く走る。だけどテストじゃないぜ。おお、おやべ落ちる。おお、壁走れるんだ。なるほど。くっ、あっ、なるほど。どこでこれ出てくるか分かんない。操作が、うわあ、嘘、これ操作むずいな。うわ、危ねえ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 。なるほど。はいはい。早くダークナイト、早くだ。見てさえない神経で私の機能変形型コースについてこれるかな。これこれ、まさかリドラーでレースやらせると思うの。最年少装置の安全装置を外す。もっとスピードが必要。がっかりだよダークナイト。それが本当に精一杯の速さなのか。ごめんね、そんなこと言われてもね。お前の未熟な脳みそをなんとか駆使してみろ。おお、変わってんじゃん。さあ探偵さん、ご用心。そこ左だ。お、この野郎。あ、なるほど、この先か。今度は分からん殺し。探偵さん、これは何だろう。ゴージャスな羽のついた馬車のお出ましか。うわー、滑る。これ難しいね、だいぶ落ちてっちゃうよこれ。めちゃくちゃむずいぞこれ。早くしてくれよ探偵さん。実際に始めれば成功する確率はゼロではなくなるんだからな。うわー、むずい。いや、これむずいな。他人の失敗は無理ってやつだな。次はもっと早く走らないとまた失敗するぞ。なるほどね。さっきよりは多分次はまともにできるかもしれないけど。うわぁ、きつい。これ一番最初のこれレースがこの難易度なんだ。バットマン、この試練を達成することによる知的行動について前に説明するつもりはないからね。おお、すげえ、上も行けんだ。なるほどなるほど。急げバットマン、ヘルメスのように。それとも古代ロボの凍結マーキュリーの方がお好みか。加速しないといいかもな。加速すると操作を持ってかれますね。これはおめでとう探偵さん。オッケー。私を任したとはな。いやー、すごいなダークナイト。やりごたえあって面白いです、ね。だよ、面目丸つぼれだ。まさかリドラーでレースやらされたもの。君はこのリドラー様が考え出したチャレンジが簡単にこなせるとでも思ったのか。大変だったよ。君は全くアマちゃんだな。そんなわけないだろう。だが相変わらず君が派手に動いてくれたおかげで、君
君の愛用する最新ロケット型霊柩車に関する数百テラバイト相当の性能データを手に入れた。このデータ、次のチャレンジと試練の調整に使わせてもらうよ。じゃあまたな、探偵さん、楽しみにしておくんだね。今回リドラはこういうレースチャレンジキャラなの。昔はね、なんか謎解きみたいなのをちょっとしたこうステージに隠れてるものを見つけるような謎解きキャラだったんですけどね、今回ちょっとなんかレースの課題を出してくるんですね。じゃあメインミッションの方に向かいながら、ついでに近くにあるクエストを処理していこうかな。これやれてる？よいしょ、ういーす。おいおいおい、完全に弱いものいじめみたいになりました。じゃあ、おっと、今のやつはなんか情報持ってる。君なんか情報持ってる。おい、話すんだ。リドラについて知ってることは全部話す。こいつもリドラ。礼を言う。ああ、これはやっ、お、いてていてて、これ完了してるよね。なので、ここに向かいましょう。エースケミカル、わあ、道間違えちゃった。ここですね。内部からの連絡はない。中にはまだ要員が残ってると思うが、返事がないし、設備は封鎖されている。生存者がいれば探し出す。この計画について何か知っているだろう。お、戦闘ヘリって、軍隊を組織している。そいつの名前が欲しい。ベネズエラの諜報員からの情報によると、これと同じバッジをつけた兵士が秘密の施設で訓練を受けてるらしいわよ。司令官が何者かは不明だけど、そいつの名前だけは分かってるわ。アーカムナイト。アーカムナイト、
そいつをハッキングだ。計画を知りたい。他には？エースケミカルの作業員が現場に残されている。スケアクローと爆弾を探す助けになるはずだ。彼らを見つけよう。作業員は個別の ID チップをつけてる。個人記録にアクセスして彼らを探し出す。近くのブースにセキュリティターミナルがあるわ。行って。了解です。武装した兵士が5人。危険だな。ターミナルにアクセスする前に奴らを倒さなければ。ラトラードローン。なるほど、こいつらドローンなんだ。スケルトによると、化学反応はもうすぐ完了する。この施設からの脱出はあと30分で開始。始まったね。そうらしいぜ。ここではお楽しみ。あの戦車の索敵範囲がどんなもんかっていうのはちょっと怖いところ。グライドキックができん。よいしょ。こうやって一人ずつ掃除していきましょう。あれ？なんかボタン間違えたみたいな。あ、やばいな。今の音で探しに来たんだ。例のやつできるかな。負傷者を確認してる。弁護士を。できるっぽいな。気絶してる。バットに殴られたんだ。やってみましょうか。銃弾だよ。ここはいい。展開してやつを探せ。こんにちは。これいいな。かっけー。ターミナルにアクセスできる。なんかバットマンの声がね、すごいちょっと若いっていうか、なんかちょっとイメージと違うような気がするな、俺の中では。ちょっとなんか軽い感じがする。渋々の声でもいいような気がする。これか。間違えちゃった。オラクルは正しかったのか。パソコン慣れてない人の指使い。データ接続開始。暗号解読。奴らのセキュリティシステムは更新が必要だな。オラクル、ID コードを手に入れた。バンテージポイントからバッドスキャナーで作業員の位置がわかる。オッケー。一番高い建物をマークした。落ちないでね。いるな。レベルアップがさっきから光ってるので取り使いましょう。ちょっとね、とりあえずコンバット系のスキルを取っていった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。コンボメーターがマックスの時の必殺か。こういうやつね、いっぱい取ってると多分楽ちんに戦えると思うんですよね。一個取っときましょう。こういう基礎的なやつも取っておこう。バットクロースーパースタン。ああ、なるほど。遠距離の敵を引き寄せるんだね。L2 クイックファイア。オッケー。これ取ろう。ちょっとコマンド、殴り合いから、まず鍛えていきましょう。ダメだったら、あと、変えるってこと。よいしょ。完璧だ。バットスキャナーを使って作業員を探せる。出た。スケアクローとアーカムナイトの会話を聞くことができたわ。あとは頼むわよ。奴がいたんだ。終わらせることもできたのに。まだ奴を倒してはいないが、もうすぐだ。もう十分になった。バットマンは今夜死ぬ。どうして奴を嫌うんだ。お前にはわからないだろう。復讐劇はもうすぐだ。今日が最後の夜に。アーカムナイトさんに嫌われてるんです。アーカムナイトが誰か思い当たる？あなたと過去に関係がありそうだけど。敵を大勢作ってきた。あと一人が見当たらないな。どこだ。あ、いた。待って、近いんだな。よし、全員発見成功だ。
施設内には5つの ID マーカーが示されている。無事を祈りましょう。よし、助けに行くか。さて、一番近いやつは、いや、一番逆に離れてるところから、離れ小島から助けに行くか。敵が近くに見えなければいいけど、滑空して大丈夫かな。ウィー、あ、バレた。バットだって言われちゃった。おいおい、中のやつが出てくるのが一番怖い。戦い方がまだまだしょうもないですね。もっと洗練していかないといけない。どうやってこの中に侵入するかな。作業員を助けるには壁を壊さないと。壁を壊す。バットモービルであの物質に突っ込むしかない。マジで。正面を開けろって。正面ってどこよ。これのこと？これか。なるほど。まず工場の入り口を開く。それから車を入れよう。なるほど。ちょっと気が遠い。気長な作業ですね。マスクが機能しなくてもつけてるだけで気が。工場の入り口を開くか。うん、なるほどね。あの戦車でも片付けるってことか。これでもさ、道を遮断されたんじゃなかったかな。そうだよね。バットモービルに入る前に工場の入り口を開けないと。まず工場の入り口を開く。それから車を入れよう。開くって、あいつらかな。スイッチっぽいのはあそこにあるもんな。あれ、全員が作業員っていうか、なんか気づいてるやつと気づいてないやつがいる。バットマンはここだ。ちょっと無謀だった。あ、間に合わなかった。どうやってやるんだ。あ、今できた。スペシャルコンドを押したつもりだったが、荒いな。お、なんだ。ちょっとすごいのが来たよ。強い。おい、ここでクレーンを使えば戦車に警戒される。何？ではどうしろと。そこになんかマークがついてる。あ、いるね。ドアから入るわけにいかないな。こっからか。行くぜー、こんにちはー。おいー、そう、間に合わなかった。カメラがガッと近づいた時にちょっとわけわかんないな。
ここは何ができるんだい？これ何？オラクル、作業員が殺された。マジで？奴らを止めなくちゃ。ああ。聞いて。多分俺のせいだな。軍隊の通信ネットワークに侵入した。これからはどのチャンネルの通信も聞くことができるわ。ありがとう。施設の中にバットモービルで入れそうだ。奴らに借りよう。あれイベントなのか？変えさせてやる。どうだろう、俺のせいなのかイベントなのかちょっとわかんない。ちょっと今でも強引なやり方をしたのは間違いない。ゲートが開いた。さあ車で入るぞ。殺してもおかしくない連中ではあるからな。メインゲートが開いた。バットモービルリモート、バットモービルリモート。戦車がお前に向かっていくぜ。中庭にダイヤモンドバッグを配備しました。やつは死んだも当然です。あなたの60ミリ砲なら敵の戦車の装甲を貫ける。何発か直撃させなきゃいけないけどね。オッケー、いつものことなので大丈夫ですよ。プレイ乗ってきた。はい、チーズチーズチーズ。てめえ仲良くしようぜ。俺くらい行って俺いっそう。なんか3方向にも撃つやつだったな。救世主作戦が開始された。各地に任務が出るはずだ。この忌まいましい街を封鎖しろ。どうやってあそこ行くんだ。あ、壊していけるんだ。なるほど。メリ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 壊してます。これを壊して入るとかね。はいはい。気のせいです。おい、お、よかった、生きてる。あれ、ガラスなんだこれ、どうなってんの。ほどいてくれ。あ、いたわ。助かった。え、ちょっと、あ、来た、アーカムナイト。かっこいいな。銃は彼に向けておけ。奴が部屋から出る素振りを見せたら撃つな。あ、バットシンボルだけは撃つなよ。あれには秘密がある。ヤスが一番強い場所だ。まず弱点である肩、そしてスーツの継ぎ目を打て。頼む。何か言ったか。放っておけ。常に弱者や無力なものを守る。そういうところが好きだね。わかりやすい。だから俺たちが勝つんだ。お前の考えも動き方もお見通しだよ。私が考えていることがわかるか。もちろんだ。こう考えてるな。この男は誰だ。いや、お前らのどちらを先に倒そうか考えていたんだ。そうかなら気が合うな。俺は本気でお前を殺す。だがまずは苦しませてやる。ターゲット発見。何か一言でも言ったら殺す。ゴッサムは俺たちのものだ。分かってないか。この男にはもうチャンスだ。動くな、バットマン。なこと言われても。なるほど。あいつ逃げたな。あ、危ない。
大丈夫。もう大丈夫だ。君が思うよりも深刻だぞバットマン。スケアクローは落ち着いて知っていることを話せ。奴らはプラントを操作し、トラックと武器、兵士、危険物質を運び込んだ。全員が抜かりなくな。奴は毒ガスを大量生産しているんだ。それはまずい。まずいぞ。我々はガスの雲が東海岸を覆う話をしていたんだ。スケアクローはどこだ。俺には分からない。俺に分かるのは奴が計画を立て、軍隊がバックアップしてることだけだ。もうダメだ。私が止める。まず君を連れ出そう。バットモービルで待て。スケアクローは見つけたか。まだだ。まずい状況だ。これ以上どう悪化する。奴は東海岸を覆い尽くせるほどの毒ガス爆弾を製造中だ。部下を連れてここを出ろ。死刑に着いたら建物を封鎖して誰も外に出すな。部下は退避させるが、私はここに留まる。何か見つけたら知らせてくれ。ジム、危険すぎる。奴を止めろ。君ならできる。よし、捕まれ。本部長の元へ連れ帰る。あれで戻るってできたか。道的に町中に軍隊の戦車がいます。ゴッサムは占領されました。スケアクローの爆弾を阻止できなければ町はなくなる。あ、戻れるね。ほい。君ならやってくれると分かっていた。まだ終わってはいない。他の人を助けに戻る。あと3人。この辺の扉は開かんのね。ちょっとバットモービルいるかどうか怪しいのね。一旦別の方見てきましょう。うわ、また戦車が山盛りにいるな。地下か。お、紐がある。これを侵入するには、呼べないな、バットモービル。なんだろうこれ。スイッチで、おお、なるほど。これを上げてみる。ガチャ。間違えた。このエリアまでバットモビルのルートを確保しなければ。何が塞がってんだろう。ああ、これっぽいね。これっぽいな。これをなんか引きずり落とすのか、バットモビル。あ、間違えた。いろんなボタンを使うから混乱しております。あー、グランド違うな、これ。上に上がって上から飛ぶのか。でも足りないぞ多分これ。え、これいけんの。いや無理でしょ。あ、わかった、わかった、わかった。さっきなんかこれを使うと戦車に見られるって言ったレバーをいじるんだ。これでしょう。クレーンを動かす。クレーンを回転させて下げる。あ、こうか。こんなもん、こんなもんでいい。これでいくかな。うい。
れい、いったー。こんにちは。やりましょう、私と。何どっちスラスターって。おお、すげえ、こんなのできんだ。回避可能。おお、これは熱いね。ほら来いよ。まさか戦車でサイドダッシュまでできるぞ。開いたー、鬼野郎。よし、戦車は第一ターゲットに触れることもできません。予想以上のパワーミンチ。おれい、こんにちは。もう武器を奪うってやつやりましたね、今ね。スキル取ってよかったね。ちょっと後ろが見えない、これだと。おい、で、この部屋は何ぞ。あー、壊せる壁がある。ジェル、ジェル、ジェル、爆破ジェル、これですね。ブルルルルーっつってね、これ離れてドン。あ、誰か死んだ。2人目の作業員の死体だ。阻止すべきだった。バットマン、ねえ、ロビンとも話したけど、彼に手助けしてもらうべきよ。相手は軍隊なのよ。俺たちはチームだ。町のために戦う。私に任せろ、ロビン。お前にはするべきことが他にあるだろう。それは後でいい。ダメだ。今のこの状況でお前が集中しなければ、事態はますます悪化する。ロビンは何をやってるんだろうね。なんかバットマンはロビンに手伝ってほしくなさそうですか。バットスーツの強化とかも結構重要そう。ああ、防御レベル上昇か、こういうの大事だね。こういうの上げときましょう。ティムに厳しすぎるわ。彼は手伝いたいの。個人的な感情で判断を誤るな。私がティムを危険な場所へ行かせたいはずないでしょ。でも彼はあなたの役に立つかもしれない。ロビンが彼らを救出できなければ、スケアクローの爆弾と同じような被害が出る。ガスは止まってない。何をこれいじったんだ。シュー、えい。これなんだ。あ、間違えちゃった。ひねって破裂させれる。どうやってひねんの。もしかしてあそこからバットモビルに撃たせる。あ、ウィンチで引っ張る。これバットマン大丈夫これ。はい、で、あ、これでガスが止まったと。なるほどね。あ、だいたいこれしゃがむんだ。あれ、こうか。あ、また。これで3人が死んだ。
動物以下の奴らはただでは置かない。奴らを止めましょう。そうでしょう。お、開いた。これバットモービルでこれ飛び込むチャンスか。飛び込んだら死にそうだな。この壁壊せるか。壊せた。うい。上がってきた、上がってきた。エレベーター上がってきましたよ。えい。エレベーターでの移動はここまでか。ウィンチエレベーターでの移動はここまでか。はい。テテレテよいしょ。これもしかしてこの中に入るの？これ入って、なるほど、バットモービルで。恐ろしい。エレベーターでの移動はここまで。待って。なるほどね。すごいな。なるほどなるほどだよこれ。で遠隔操作終了。絶対開けんだこれ。開ける手段がない。作法を教えてやろうか。いっぱいいんな。自業自得だ。さあ男らこれか。金持ち。鉄の柵を平気で素手で曲げちゃいます。やるか。おいおいボス3人が限界みたいだね。これアテミを取ったつもりだったか。あれ押してんだけどな。これなんか発動しにくいね。ドンピシャで押してるはずなんだけど。ほらよ。これ連打はいいけど押しすぎると、深く押しすぎるとダメってことかな。お、こいつすげえ。おい、おい。これはちょっと強いね。いえ。そい。大丈夫？生きててよかった。もう大丈夫。安全だ。遅すぎたよ。もう助からない。爆弾のことは知ってるよな。奴はどこだ？やつは中央混合室にいると言ってた。わかるだろう。やつは毒ガスをばらまく気だ。ガスを浴びた人を見てきたが、放出されれば大変なことになる。そんなことはさせない。エレベーターへ向かえ。連れ出してやる。ジム、二人目を救助した。そちらへ向かう。スケアクローはどうする？やつは中央混合室だ。技術者の無事を確認したらすぐに追いかける。聞いてた通りひどいのか。もっとひどいよ。だが私が奴を止める。出られない。このエレベーターが唯一の出口だ。壊れている。なんとかしますよ。
ういはい、出てください。お、アーカムナイト。こう、やり合うの？アルフレッド。わかりました。初回のスキャンによると、その物体は無人で遠隔制御されています。武器のロックを解除だ。参加コミュニケーション、俺に勝てるか試してみよう。勝てな。この野郎、なかなか面白い感じになってきたぞ。つらい。外した。地球防衛軍のレールガンで鍛えた技術で何とかしてやるぜ。お、いいね。ふぅ、オラクル、スケアクローが中央混合室で爆弾を準備している。侵入経路が今必要だ。待って、あと数分で。見つけろ、バーバラ。忍耐は美徳なり。知らないか。面倒っちい仕掛けを作ってくれたもん。あれ、押せない。ポチッとな。よいしょ。この二人はラッキーだ。別の作業員はスケアクローに殺された。指揮者、彼らを死刑へ連れ帰ってくれ。気をつけろ、ボスは軍だらけだ。お前はどうするんだ。私の町を。オラクル、スケアクローはどこにいる。もう時間がない。最後の手段だけど、一つだけ入り口があるの。ただ内側から閉ざされてる。なるほど。供給トンネルはどうだ。施設の壁の裏側を通ってる。今場所を送るわ。何をするつもり。どうするか。だいたい想像つく。これでしょ。で、どうやってあそこに入るかな。これもしかしてこれですか。それくらいしか浮かばないけど。ここで止まってくれるんか。ブレーキってどこだ。止まったな。よし、じゃあ多分やれるわ。じゃあ、あ、違う。おお、危ねえ。よいしょ。これを準備はいいか。私もここにいます。攻撃チームは計画に不可欠だ。がっかりさせるなよ。決して。あれ、なんか計画は何。まずスケアクローを全力で阻止する。これが限界だ。ライトを倒す。それを使う前に車をそこまで運ばなければ。それを使う前に車をそこまで運ばなければ。これ以上でも行けなかったんで、多分飛び込むんでしょう、ここから。おれいきた。あ、なんかいる。なんかいた。ふざけんな。やろう。
ありそうね。確認してすぐ報告する。なんか頭部っていうか上の方が弱点っぽいですね。あ、これ降りるしかない。銃口が兵士たちに向いている。気づからないよう素早く連れ出さないと。なるほど。通気口シャフトは検知されることなく兵の下に回す。さっさと指示をよこせよ。爆発するときにここにいるのだけはごめんだぜ。あれか。おお、すげえ。ふっ、なるほどなるほどなるほど。死んだらあの頭巾を切り。さよなら。こんな感じね。ウィー、すげー、面白い。でどうすんだ、でどうすんだっつう話なんだけど。この扉を開ける方法は、あそこっぽいな。端末みたいなのがある。あ、違うな、端末ではなかった。お、セントリーガンを破壊できる。なるほど、こんな感じで壊せるんだ。あー、なるほどね。で、お、バットマン、俺たちはなんとか管轄区域にたどり着いた。あたりは戦車だらけだ。これは周到に練られた計画らしい。守りを固めておいてくれ。爆発を防いだら奴らは引き受ける。頼りにしてるぞ、バットマン。俺たちなら絶対にやれる。ん？これだ。ヒューズボックス。めきょ。あ、いたいた。それを使う前に車をそこまで運ばなきゃ。反応してくれる距離みたいなのがある。あら、またか。なんだあれ、なんか、これから我々のボスは電気街を恐怖ガスの雲で覆う。訓練を忘れるな。ガスマスク無駄だ。毒ガスから身を守るには地下に潜るか、ガス雲より高い場所まで登ることだ。なんか上になんか毒ガスにさらされる。ライトあれなんかぶら下がってるよ。精神障害が引き起こされ、ひどいケースでは自傷行為に至る。合流地点で会おう。神のご加護。この山に突っ込むわけにはいかないだろう。着いたらじっとしてろ。何もするな。狙えない。路上にはドローンがいるし、空は暴漏が警戒してる。アーカムナイト。この数に突っ込んだらさすがに死ねそうだからな。戦車乗ってりゃ別なんだけどね。スケアクローがコウモリ野郎を相手にしてる間、邪魔が入らないようにすればいい。夜が明ければ、バレずに行ければ、俺たち全員退職金をがっぽりいただける。分かったな。ボス、薬品が施設外へ運び出されたそうです。その通りだ。あれは作戦のフェーズ3に入った。そうそうそう。静かにやって、静かにやって。他に質問は？ああ、そんな。質問はないな。よし。静かに。では確認のためにもう一度繰り返す。静かに。それを使う前にバレたわ。車をそこまで運ばない。うぅーおい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 。いた、変な部屋の中入っていっちゃう。ほらお前ら、バットモービル脱出。こっ、その中にいるじゃん。こんにちは。やります。いや、いいんですけど。バットモビルアシストテイクダウン。おお、すげえ、かっけえ。サマーソルトからの
見た今サマーソルトからバットモビルのショットが飛んだよ。おいっつってあのありがとう。あ、止めれなくて近すぎた。おい、君たちにとってそれ不利なんじゃ。それバットモビル。おい、これ彼の言ったことはハッタリじゃないわ。どうして町からの避難を許したのか分かった。やつはプラントを入手する必要があった。これだけ大きな爆弾が作れるのはエースケミカルだけだ。とんでもない被害が出る。やつは気に留めない。手のひらからは逃げられないからな。誰も爆発半径の外まで行けないと知ってたの。なるほど、ここを乗り越えるのにこれを使えてる。